ビアサ742便墜落事故は1969年3月16日に、ベネズエラからカス発ベネズエラマラカイボ経由、マイアミ国際空港行きの国際旅客定期便、ビアサ742便が墜落した事故である。離陸後、機体が地上から50メートルの高さの電線と接触し、マラカイボのラトリニダード地区に墜落。 搭乗者84人全員と地上の71人が死亡した。その他、100人以上が怪我をし、墜落とそれによる火災で20件以上の家屋と多数の自動車が被害を受けた。事故機は、アベンサからのリース機で数週間前に運用を開始したばかりであった。また、アベンサの乗員が乗務していた。事故原因は滑走路に沿って設置された温度センサーが、 故障のため誤った情報を伝え、その情報を元に計算したことにより化石祭となった。結果、本来より長く地上走行し、上昇格が小さくなり、電線を飛び越える高度に届かなかった。事故の2日後、ベネズエラの公共事業大臣は滑走路が短かったことも事故の一因であると述べた。これは DC-9 から30で初の全損事故となり、 現在でも同景気による事故の中では死者数が最も多いものである。また36年後にウエストカリビアン航空708便墜落事故が発生するまでベネズエラ史上最悪の航空事故であり、当時としては世界最大の犠牲者を出した航空事故であった。なお1971年に日本で全日空58便と F-86 戦闘機が 空中衝突して162人が死亡し、世界最大の犠牲者を出した航空事故となった。ビアサ742便墜落事故の犠牲者の中には、サンフランシスコジャイアンツのピッチングプロスペクト、ネストルチャベスも含まれていた。ありがとうございます。